秀吉は元鹿を降伏させ、見事四国平定を成し遂げた。この頃秀吉は朝廷より豊臣の姓を賜り、羽柴秀吉から豊臣秀吉へと改名、豊臣政権を樹立した。秀吉は次なる目標を九州に定める。九州は島津家によって統一目前のところまで来ていた。豊臣軍は豊後の大友家の救援要請に応える形で出征。島津に抵抗していた立花宗茂、銀千代を迎え入れた。数の上では有利だが、地の利は島津にあった。少しの油断が命取りとなる。九州征伐の幕が開いた。天下統一の勝利、九州征伐。風は行く、乱世の彼方へ。行かずちも共にある。九州征討軍の総勢は20万。秀吉様の本隊のほかに毛利、徳川、長宗我部、立花など他家も参戦いたします。うん、この圧倒的な物量を見せつけりゃ島津も引くしかないじゃろう。たとえ豊臣陣営にいようとも俺の魂は消えない。この九州で高らかに奏でよう、反骨の歌をな。まあしっかり頼むわ。おお、宗茂、銀千代、チコ、お前さんたちに礼が言いたい。もし九州全土が島津のものになっとったら、わしはもっと大規模な軍を起こさねばならんかった。その分時間もかかるじゃろうし、人死にも増えたじゃろう。すべては立花二人の働きと亡き常雲殿の命を落とした奮戦のおかげじゃ。ありがたき幸せ。我らの立花山城は島津に一旦制圧されましたが、家臣が立花山城に忍び込み本丸を奪還した模様。主としてはすぐにでも救援に駆けつけたいのですが。ああ、分かっとる。さあ、立花山城に群れとる島津を追っ払うで。すまん、まあ
俺に挑むお前が悪い。開門。橘の兵の踏ん張り見事じゃ。これ以上奴らを死なせたらいかん。始末よしひろ、あの男は橘の城の一族に踏みにじられた。付き合えようか。ああ、だがまだ生きている者もいる。彼らを助けろ。またやり直そうぜ、橘。あれくんを。すまん。ま、俺に挑んだお前が悪い。向こうの嵐。敵将を討ち取ったい。天使永遠にして豪気だが、どこまで城内の砦のほぼ島津の軍艦、大急ぎで制圧するさ。呼ばずか。順風のようだな。
攻撃をかけてきよった。こりゃ本陣の守りを固めるのが先だ。島津の執念、誠にあっぱれ。じゃが、無駄に命を捨てるつもりか。ならば、この博打、降りるとするか。叔父上、命捨てる戦は、ここではないよ、豊久。見たか、義継。
あれは力に任せた脅しだ。秀吉の物量で押すやり方では人心はつかめない。秀吉様はある時を境に覚悟された。天下統一のためなら脅しも辞さずだ。だが秀吉亡き後、豊臣の崩壊は目に見えている。義継、そこにいて本当に夢は果たせるのか。長政様と追った夢を。ああ、この陣営にはあの方によく似た男がいる。周りにどう思われようと、どんな逆境にあろうと、己の夢のため突き進む男がな。俺は徳川で、お前は豊臣で、それぞれの夢の続きを追うのだな。ならばいつかまた俺たちは戦うことになるかもしれん。二度目の別れか。俺が勝ったらせめて墓ぐらいは作ってやる。上雲殿は喜んでくれているだろうか。喜んでいるさ。お前が潮らしく花を手向けているのだからな。貴様、冗談だ。高橋上雲という男を後世はどう評価するのかな。無謀な戦をして犬死にをした愚か者というのか、それとも最後まで戦い抜いた壮絶な勇士と褒めたたえてくれるのか。誰が何と言おうと、上雲殿は勇敢に戦い散った。それは私たちが一番よく知っているはずだ。上雲殿の誇りと諦めない心は確かに私たちの心に刻まれた。それで十分ではないか。ん？何がおかしい。いや、今確かに見えたのさ、父の喜ぶ顔がな。